はい、では最後レッグガールやっていきます、まあこれもハムストリングの種目なんですけども、やっぱりコンパウンド種目だけだとハムへの刺激が足りなくなってしまうので、しっかりね、ハムストリングだけは、アイソレーション種目も入れて刺激をねしっかり足してやっていきます。はあ、疲れた。よいしょ。レッグカールは他のコンバウンド種目に比べると心肺機能へのダメージは少ないので、インターバルは短めにとってやるようにしてます。よいしょ。よいしょ。はい、ということで、私のガチ足トレ動画でした。本当はこの後ですね、カーフ、ふくらはぎのトレーニングと腹筋のトレーニングやって終わるんですけども、ちょっとね、私がインターバルに喋りすぎて、もう時間切れになってしまったので、カーフと腹筋のトレーニングはまた、どこか時間があればねお見せしようかと思いますけども、まあ、一番大事にしている種目はこの4種目です。スクワット、スプリットスクワット、またはブルガリアンスクワットと、ルーマニアンデッドリフトでレッグガール、この4種目、を週に2回やってます。まあ、週に2回やるんでね、本当に4種目で種目数はもう本当に少なく、セット数も3セットずつなんで少なく、本当に短い時間というか少ない量で集中してしっかり高重量で刺激を入れるようにしてます。参考になった部分はぜひ参考にしていただいて、トレーニングに活かしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。